純情青春ラブ、純情青春ラブ。毎回これで俺あれするね、喉の調子を確かめるね。今日の純情青春ラブで分かったことがあります。今日僕喉の調子があんま良くないです。なので水を飲みます。名探偵ピカチュウやろっかな。返してくれ俺のバッチトレイルセンターをよ。ねえ、音ちっちゃくない？俺のいないで。気のせい。まあ気のせいだろ。じゃあレコ。テレレレレッ！テレレレッ！テレレレレッ！テレレレッ！テレレレレッ！テレレレッ！ちっちゃいよな。それか俺の声がでかいか。どっちだと思う？おそらく。稲妻イレブン2、脅威の侵略者、ブリザード。これぐらいでどうよ。音量の確認をしてる間にちょっと通信でもすっか。早っ。1秒。何これ。え、何これ。え。え、何これ。やろうよ、みんなで。え、何これ。ローカル通信って何？あ、ローカルか。ローカルってことは近所の方たちってこと。やるかい。音でかくするか。稲妻イレブン2、脅威の侵略者、ブリザード。ブリザードだかなんだか知らねえけどよ。チーム名ライモン、ゼロ勝、シュートマニア。意味がわかりません。本当、本当だよ。この目で秘宝か。ちょっと待ってな。みんな、加藤純一今日元気だからもしかしたら長くなるかもしれん。一生一生が本当、本当だよ。全力でいくわ。俺もやっぱプロなんで、なんかね、こういうね、モブキャラの、なんていうのかな、セリフに、を流すやつ、俺死んだ方がいいと思ってんのね。マジで。一番良くないから。本当！本当だよ！この目でバッチリ見たんだよ！どないしたんどす？また怪しい男がうろうろしたであります。この子が見たのであります。変な格好したやつがさ、裏通りのあたりで話しかけてきたんだ。こら！あんたまた一人で穴いなとこ行かはったんか。あ、何のあれだっけだと思ったら、奇跡も魔法もあるんだよ。だ、思い出した。物騒じゃの四章はクソつまらん。ふざけんな。俺が元気な時に、へこむパートやらせんじゃねえ。力の、もう流しますじゃん、今日は。嘘じゃのう。はよ、やってるふりするわ。嘘じゃのう。はよを捕まえてもらわんと安心できんわい。流す、今日は露骨に。それがすばしっこくて、なかなか捕まえられないのであります。本官も全く追いつけず、ダッシュしすぎて膝がカクカクするであります。その代わりに五章はクソ文字ら。マジかよ、お前言うんじゃねえ、そういうこと。枠手が返せ。全くだらしがないの。やったらあの方たちに相談してみよう。修行を積んだ彼らならきっと捕まえてくれるはずどす。そうじゃない、あの方たちならなんとかしてくれるはる、なんとかしてくれはるかもしれん。お前ももう一人でうろうろするんや、おまへんで。
はい。あ、木本ひろと。第4章、研ぎ澄まされし聖者たち。ね、一個ネタバレしてほしいんだけどさ、稲入れって何章まである？俺まさかもう半分ぐらいいってる？ふぶきくんどう？そうよ。え？おめえ俺この前よ、てか前回か、実証ね、オッケー。おとついによ、お前伝説のキャラクター？あ？ああ、これあれやべ、ネタバレしちゃった。伝説のキャラクター？ふぶきくんの仲間にしたんじゃ。ふぶきくんどう？稲妻キャラバンのこの感じは。今日イラスト死ぬほど来てるからテンポよく紹介していくわ。いいね、こういうのなんか楽しくてさ、こんな風にたくさんの人と旅をするなんて僕初めてだからとっても楽しい。響監督の言う通りに吹雪を仲間にしたのはいいけれど、これからどこに行くんだろう。風丸一枚抜けたもんな。一皮むけた。皆さん来てください。病院にいる半田さんたちと通信がつながったみたいですよ。お？本当か？ダウナー系で人気ありそう。不女子人気がありそうだよな、吹雪。よう、遠藤。相変わらず元気そうだな。誰だ、お前。あれか。まさか、稲妻イレブン1の初期からいる、初期の7人からいるにもかかわらず、いて、なおかつイケメンにもかかわらず、俺のレギュラーにすら入っていなかったという、あのハンダか？あの伝説のハンダか、お前は。ハンダ！それにみんなも、はっ！久しぶりだな。怪我はどうでやんす？もう痛くないでやんすか？病院の食事って薄味なんですよね。俺なら耐えられないっす。まあ待てって。まずは今まで何があったのか俺たちにも聞かせてくれよ。ああ、それがさ、イケメンモブ。で、キスギ君みたいな感じだ。一番必要ねえからな、イケメンのモブって。はあ、はあ、せっかくジェミニーを倒したと思ったのにもっと強い奴らがいたなんてな。そうでやんすよ。そうでやんすよ。俺たち本当に勝てるでやんすかね。大丈夫さ、みんな。うん？ずいぶん余裕だね、キャプテン。マックス、久々だな、マックス。そうだぜ、エンド。イプシロンだな。ジェミニっていう奴らの上位互換な。イプシロンはジェミニよりもずっと強いに違いないんだ。あ、多分な。でも、ジェミニの時も、おい、ちょっとみんな聞いてくれ。体がうずくんだ。エンドを前で使え、前で使えって。ねえ、悪い。このショーからエンドを前で使います。もう我慢できん。俺はもう流されたくない。俺は自分の考えの通りに生きていきたい。アムロちゃんがさ、Can You Celebrate を境に、なんかちょっと J-POP 歌わなくなっちゃったじゃん。もうそれと一緒で、俺ダメだ。俺も二十歳の時のアムロちゃんと同じ精神してる。もう自分に嘘つけない。エンドはフォワードで使います。はじめは全く歯が立たなかった相手でも努力して勝てたんだ。それで、俺思ったんだ。絶対に勝つって信じてたから、勝てない相手はいないんだって。キャプテン。そうだよね。みんなで頑張れば、イプシロンにだって、勝てるよね！いいな。みんな強くなって、俺たちも早く一緒にサッカーしたいですよ。早く怪我治るといいな。焦ることはない。お前たちは今は怪我を治すことだけを考えてくれ。ああ、治ったら特訓だぞ。覚悟しとけよ。みんな聞いてちょうだい。次の行き先が決まったわ。え、本当ですか？え、次どこ行くんだっけ？あれ、北海道から京都か？京都から行ってたっけ？本当ですか？瞳子監督。イプシロンから襲撃予告が入ったろ。そうよ。理事長から連絡あったの。襲撃予告？この間じゃあ、京都はあれだ、人脈だ。ってことは京都じゃない？だよな。この間、ジェミニを倒したばっかりなのに。それだけ敵も焦ってきたってことかな。次の襲撃先は京都にある万有寺中だって。万有寺中ですか。わびっくりしたな。なんだよ、勝利。万有寺中、カンフーをたしなむ者にとっては憧れの学校でやんすよ。厳しい修行によって鍛え抜かれた強い体、研ぎ澄まされた心。彼らのサッカーはスピードパワー、どれをとっても超一流なんです。万有って呼ぼう。へえ、そんな学校がなんでフットボールフロンティーヤに参加しなかったんだ。
それが満遊寺中は自分の心と体を鍛えるがモットーなので、外の学校とは試合をしないんです。でも参加していたら優勝間違いなしだろうって。うん、優勝間違いなしって言うんすか。俺も満遊寺中のことは知っている。帝国が表の優勝校だとすると、満遊寺中は裏の優勝校だと言われていたから。もうそんなんばっかじゃねえかよ。ラディッツ倒したらベジータが来て、ベジータ倒したらキュウイが出てきて、キュウイ倒したらザーボンドドリア出てきて、ザーボンドドリア倒したらギニュー特戦隊が出てきて、ギニュー特戦隊倒したらフリーザが出てきて、フリーザ倒してきたら17号18号が出てきて、もう永遠じゃねえか。前回のなんか吹雪だってよ、優勝間違いなしみたいな感じだったよな。もう本当なんだな、キド。お前らが帝国が表の優勝校だとすると、万有寺中は裏の優勝校なんだな。じゃあそこ潰せ勝ちだな。オッケー。ってことはレベルの高い選手が集まっているんだな。お前作者が悩んでるぞ。そっか。もしかしたら万有寺で新しいメンバーが見つかるかもしれない。そうだよな。いないれ2にして宇宙に飛び立っちゃったんだから、いないれ3まで出てるんだよ。俺楽しみだわ、逆に。どこを舞台に、逆にもう牧場とかで牛とか相手にやってんだろうな。一周回って。銀河とかはいかねえと思うんだ。ああ、俺もそれか子供ができて、ボルトシステム。もうそれしかねえんだよ。ああ、俺も万有寺に行きたかったでやんす。怪我さえしなかったらな。そんなにがっかりするなって、怪我が治ったらまた一緒に行こうぜ。はい、そうですね。俺楽しみにしてます。みんな僕たちが戻るまでイプシロンなんて奴らに負けちゃダメだからね。ま、病院ってやつも意外と過ごしやすいものだけどね。じゃあな、みんな頑張れよ。へえ、今のが君たち大門中の仲間なんだ。賑やかな人たちだね。そうだろう。でもお前の白蓮中の仲間も楽しい奴らだったな。なんだっけな、白雪くんだっけ。あいつ俺結構気に入ってたろ。うん、引き抜きシステムを使えば白蓮中のみんなをキャラバンに仲間にすることもできるよね。もしよかったら白蓮中のみんなにも声をかけてあげてほしいな。うちはそういう裏口入学的なことはしてません。見てくれがいいやつしか入れません。おう、もう話は済んだか。それじゃあ準備ができたからわしに行ってくれ。そうしたら京都まで一気に突っ走るかんな。どうしよっかな。人脈行くか、それとも普通にストーリー進めるか。普通にストーリー進めるか。早速、ただ名前だけは覚えておこうな。望月いたね。いないれ史上、俺のいないれ実況史上一番時間かかったのに一番層の薄い男、望月。彼は謎に包まれている。京都市街地で白鸚剣士を仲間にしよう。こいつしかいないのか今。アボウイカ。ね、待って、アボウイカのさ、右さ、行き止まりじゃん。これ強いんじゃねえか。アボウイカ、ファーストサマーウイカの右。そういうのあんま関係ないの。なんかいいやついねえな。関係ねえんだ。行き止まりはまあまあ強い。あ、今の状況にしては強いみたいな。とりあえず名前覚えといてくれ。白鸚剣士な。じゃあまあ行きまっか。稲妻キャラバン発進。日本を駆け巡ってる感じがするね。強いやつらはクソめんどくさい位置にいる。一人ぐらいは仲間にしたいね。響監督から電話だわ。それではまだ一人で調査を続ける。それではまだ一人で調査を続けるのですね。ああ、イプシロンなんてやつが出てきた以上、ただ待ってるだけじゃダメだろ。こいつあれだ、なんか黒崎一護のお父さん的な。俺そういう役割を持ってると思う。エイリアがなんか独り言の時はかっこいい。普段はおちゃらけてるのに独り言の時はかっこいい。エイリア学園の秘密を探るため、こっちからも攻めていくつもりだぜ。俺はなんかブリーチの中で一番あいつが好きだ。一番好きとか言っといてなんだけど、名前覚えてねえけど。そうですか。気をつけてください、響さん。
んたもな。あなたが育てたライモンイレブン、彼らは本当に頑張っていると思います。だがあいつらはまだ子供だ。地球の命運なんて背負うには重すぎる。やっぱり背負ってたんだ、地球の命運。お前さんがあいつらを助けてやってくれ、頼んだぞ。なんか俺そんなハードルが上がるの嫌だったから言ってなかったけど、地球の命運を背負ってます俺。はい。重っ。おい、お前さん方、京都の町に着いたぞい。さあ、起きた起きた。京都だ。生きてー、俺も。私、一番乗り。京の都です。え、なんだか修学旅行みたい。まったく木野さんまで浮かれないでちょうだい。え京都は正直何にもないよ。それはどういうあれ、その観光地として何もないですよっていう謙遜か。いいじゃねえかお前。なんだこの特別なグラフィックスは。おい、京都だけなんか優遇されてないか。なんだ今の一枚絵は。へえ、京都ってこんなところなんだ。昔の街って感じで素敵。なあなあ遠藤、あの高いタワーなんだ。あれは京都タワーよ。京都といえばお団子っすね。あんこに見たらしよ、よだれが。あなたたち遊びに来てるわけじゃないの、目的忘れないで。それにしても道が多くて迷いそうだな。万有寺中はどこにあるんだ。あ、いたいた、よかった。まあここでもおそらく、うん、仲間になるよね。どうもありがとう。どういたしまして。なんかさ、あの一章に出てきた金髪のブロンドのローランドみたいなやつも気になってんだよ。ふぶきさん、今の可愛い女の子は。うん、僕ちょっと気分が悪くなっちゃって。そしたらあの子が解放してここまで連れてきてくれたんだ。京都の人って親切なんだよね。なるほど、モテる人には黙っていても女の子が寄ってくるもんなんですね。ふん、男の価値はモテるかどうかなんかで決めるもんじゃないでやんす。でもどうせならモテたいですよね。ま、そうでやんすがね。お前と被るんだよこいつが、塗り壁と栗松が。ちょっと待って、俺すごいこと気づいちゃったぞ。髪型変えたらさ、あのドラゴンクエストのモンスターの色違いみたいな感じでさ、これ髪型変えたらさ、栗松じゃねえか。見ようによっちゃ。イプシロンの襲撃は明日、ゆっくりしてる時間はないわ。行きましょう。せっかく出すからお団子ぐらい食べてても。俺まさか栗松の色違いを可愛がってる。うん、そんな目で睨まないで欲しい。だとしたらもう近いよ彼の脱退は。ああ、ジェミニーを倒したらごちそういっぱい腹が通りゃいい。文句言うなって、イプシロンを倒したら今度こそ腹いっぱい食えるさ。それにしてもよ、今日染岡初登場。襲撃予告が届いたところにエイリアが来るってのは分かってんだろう。日本の危機なんだし、俺たちばっか頼ってねえで、総理もなんとかしろってんだよな。秘宝です皆さん。栗松と、塗り壁は顔も一緒で、ちなみに技も一緒です。あれだな、スーパーサイヤ伝説のなんだっけ、キューコンマンとカイワレマンみたいなとこってことでしょ。彼をクビします、僕は。おい、そのよくパパに文句があるのか。おい、なんだよその球根マンとカイワレマンの関係性は。そんなのあるの。別にそういうわけじゃねえけどよ。もうじゃああれしようかな、栗松とあの塗り壁のツートップでいこうかな。おいおい、二人とも街中で騒ぐなって。街中で騒ぐな。遠藤先輩、まず万有寺中がどこにあるのか周りの人に聞いてみましょう。マジかよ、嘘やろ。どこにいる。ああ、まあでもよかった、違った。まあ違った、顔は違う全然。おい、ちょっと待って、塗り壁強くない。ねえ見てよ、なんでこいつこんな強いの。お前隠れ強キャラなのか。強くない？鍛えようぜ。
うわー、でも誰こいつ。あー、知らなか。クリマスが弱いのか。だって一ノ瀬とさ、タメ張ってるぞ。全然張ってねえし、コントロール倍あるし、 TP 倍あるし。おい、神様は、神様はなんて不平等なんだ。見てくれ、左上のサムネイルの写真。どうする、朝起きたら塗り壁になってたら。見てくれこの顔、目の大きさが1000倍ぐらい違うぞ。顔面センターすぎるだろこいつ。何これ、神は平等ではない。ライバル見つけた。よし、お前ら、お前ら、おい、俺はお前たちに約束する。メガネかける、塗り壁玉つ、社長室行きなさい。俺はお前たちのうちのどちらか一人をレギュラーにしようと思う。切磋琢磨しろ。こういうやつにもな、日が当たったっていいじゃないか。ええじゃないか、ええじゃないか。つえー、早くも29、レベル12で。おい、見よう、残像。ちょっとね、俺ね、こいつにね、ムーンサルト覚えさせてやろう。あのね、ソメね、ドリブル技がないんだよ。オッケー。じゃあ、Oh, Japanese kimono! Beautiful! Get away! Fuck you! 努力のスパイク。お前にこそふさわしい。努力のスパイク。お前は身長も低い。恵まれていない。だがお前は努力だけでこのライモンイレブンのレギュラーを勝ち取った男だ。お前にこそふさわしい。ここは取っちゃダメだよ。あいつは僕が見つけるんだから。え、何のことかって？それは秘密だよ。来い。なんだっけ、なんて名前だっけ、クールボーイズ、ビーチボーイズ。ちょっとさ、見たいよね。あれ、誰が覚えたんだっけ。あ、違う違う、こいつだ。ちょっと待ってな。お前たちに見してやるよ。白王剣士な、オッケー。残像だ。ね、こいつ何してんの。残像だ。同格、 D 級妖怪。残像だ。やばい、レベル上がんねえでくれ、追いつかれる。いや、 TP 消費しすぎじゃないんだって。塗り壁が他のやつの半分しか TP がないの。ハラハラ、こっちの通りで何だか揉め事が起こっているであります。何ポイント使うんだろう。くそ、我慢だ。今の俺に足らないのは辛抱だ、辛抱だ。うち舞妓はんになるため、今日からお勉強を始めるんどす。立派な舞妓はんになれるよう応援してくれやす。え、ちょっと揉め事見に行く。おい、てめえ、どこ見て歩いてんだ。あ、なんだ。喧嘩だね。ま、街中じゃよくあることさ、ほっとこうよ。そうもいかないだろうが、絡まれてるなら助けなきゃ。え、本当に？やめといた方がいいと思うけどな。お、頭になんか人で乗っけてるバカ。ぶつかっといて、詫びもなしとはいい度胸じゃねえか。あん？
変なやつだな。なんだその目、このチビ生意気だぜ。田之倉、ネギ星人、おいお前ら二人がかりなんて卑怯だぞ。なんだお前、関係ないやつは引っ込んでろ。うわ、見るからにチンピラって感じの顔だね。かわいそうだな。おい吹雪、あんまり挑発するな。あ、なんだと、人が気にしてることを。こいついいじゃねえか、赤木竹のり見てて。俺ちょっとこいつ欲しい。ちょうどいい、お前らから先にぶっ潰してやるぜ。潰れるのは貴様だよ、生意気なやつの目ぶっ潰してやる。田之倉、井頭、平沢、鉄来た。おしまい。はい、おしまい。俺世界一いないでうまいんで。これがライモンサッカーだ。世界取ったんですよ俺、いないでで。それはもうその事実はみんな知ってるよね。俺がいないでで世界取った件について。必要？もう一回説明。ごめんなさい。おい、お前大丈夫か？人が気持ちよく声を当てていたら。怪我はないですか？余計なことしやがって。素直じゃねえな。なんでって、誰が助けてくれって頼んだんだよ。あんなザコ俺一人で倒せたんだ。な、せっかく助けてあげたのに、なんてことなの。お前さんたち災難じゃったな。あの子はこの辺りで有名な悪ガキなのじゃ。ほんまに万有寺中にあないな悪ガキおるなんて驚きじゃわい。木の実奈々に言わせよ。今のやつって万有寺中の生徒なんですか？心と体を鍛えているのがモットーだって言っていたのに、なんなのよ今の子は。そうでなくても最近は街に怪しい奴が出没して迷惑してるっていうのに。あんな悪ガキがいたらさらに迷惑じゃ。ほんと私もそう思いますよ。まあまあ春菜、あの万有寺中がどこにあるのか教えてもらえませんか？おや、お前さんたち万有寺中に用があるのかえ？万有寺中はこの街の北西にある森の奥にあるのじゃ。何かあるなら訪ねてみると。ええ、大阪遠いみたいなとこにあるな。思いがけず眉打ち中の場所が分かってラッキーだったっすね。キャプテン早速行ってみるっす。だってよ、俺はな、話が全然入ってこなかった。理由は分かるよな。そう、これがあったからだ。おい、なんかもっとさ気の利いたもんよこせ俺に。キングス。おい来てくれ、俺から離れないでくれ、どうせ取られるんだから。こいつ弱すぎるだろう。なあ、なんでこいつこんな弱いの。秘宝、こいつ弱い。まださ、みんなさ MP が少ないな。これがライモンサッカーだ。ちょっともうちょっと MP 欲しいよね。うわ、吹雪めちゃくちゃ一回戦闘することにレベル上がってる。クロスドライブ。何これ、パトリオットシュート。ランボーラン。え、ランボーエンラン。ドラゴンクラッシュあれじゃねえかよ。おい、ソメの必殺技売られてる剣について。ファイアトルネード、残像だ、ジグザグスパーク、イリュージョンボール、ヒートタックル、ゴリ夢中、ブレード、これ強いね。スーパーキャノン DF、 スーパーキャノンディフェンス、
後ろの正面、木枯らし、ロケット拳、パワーオブラム、ワイルドクロー。いや、パトリオットシュートマジで覚えさせてえな。いやでもさ、ちょっとまだこれ貯めたいわ。ごめん、ちょっと買わないでしょ。貯めよう、もうちょい。さすがにもったいなくない？今買うので、イベント進めていこう、ガンガン。これね、熱血ポイントマジもったいない。ちょっとみんな今から3回戦うね。白王剣士ともしかしたら会えるかもしんないから。多分さ、あの人脈ポイントに関わってるやつらってさ、大抵レアキャラクターなんじゃないかな。そして回復をしてやりたい。こっちでみっか。どこへ行きますか。まあ先進めっか。ちょっと満遊寺中。あれ、こんな簡単にイベント進めちゃっていいの。てててて、ガンガン行くぜ。あ、少林的な。これが万有寺中。ふっはっ。すごい気迫っす。さすがは優勝間違いなしと言われるだけあるっす。そうね。すいません、少しいいかしら。は聞こえてないのかな。ディープブレス見ません。すごい集中力だ。聞く耳持たずって感じだね。襲撃予告があったにしては随分落ち着いてるな。もしかしてまだ予告があったこと知らないんじゃないですか。誰か話を聞いてくれる人探してみるっす。そうですね、校舎の方へ行ってみましょうか。凄まじい集中力だ。ち、雑巾掛けの次はグランド整備かよ。なんで俺ばっかこんなこと。あいつらは。頼もう。あ、ここが入り口みたいだよ。よし、行くぞ。ドアハ。大丈夫？何それ。エンド君。何？なんだ？どうしてこんなところに落とし穴があるんだよ。うぜ。引っかかったね、うしし。あ、あんたはさっき間違った。まさかあんたがやったの。よくも。こぐれ。何お前それ。そ、なんか書きたいいね。ち、うるさいのが来やがったな。はい、なんでしょうキャプテン。なんて変わりよう。まるで天使と悪魔っすね。ふえ、客人になんてことしたんだ。お二人とも大丈夫ですか。大丈夫じゃない。ち、こんなやつがこいつらが勝手に引っかかったのが悪いんだよ。こお前ヒゲがお前それあれだぞ、最近トンネルズも炎上したぞ。ホモだホモみたいなのさ、あんまりそういうのやめた方がいいんじゃないですか。そういうなんか LGBT おちょくるの。こぐれ。LGBT おちょくて笑い取ろうとすんの。申し訳ございません、うちの部員が大変なことをいたしまして。私は万有寺サッカー部キャプテンの柿田と申します。サッカー部のキャプテンってことはさっきのやつもサッカー部員なのか。うむあ、これマスクしてんのかこれ。いやこれどう考えても口に見えるだろう。これ口に見えない、あのぬってところ。うむ、まあおけずだが小暮優也といって困った部員なんだ。
さっきもあいつのいたずらでペンキまみれになったノー兄じゃ。産む音じゃ。まだ、お、あれじゃん。今とっさに兄じゃ音じゃなくて出てこなかった。産む音じゃ。まだ匂いが消えんわ。ペンキまみれに。それであなた、方はこいつおついてたんだな、じゃ。俺たちはライモン中学のサッカー部です。ライモン中、ああ、フットボールフロンティアの優勝校の方ですね。それで何かこの万有寺にご用でもあるんですか？なんかそっけないっすね。白蓮中はあんなに歓迎してくれたのに。実はこちらにエイリア学園からの襲撃予告があったと聞きまして。失礼ですが、この様子ですと何もご存じないのでしょうか？襲撃予告、ああ、そのことですか。知ってたのか？俺たちエイリア学園を倒すため仲間を集めて旅をしてるんだ。しかもさ、今回さ、なんだっけ？イプシロンってことは、さらに一段階強い奴が攻めてくるってことだろ？そんな余裕こいちゃダメだぞ。明日のイプシロンとの戦い、俺たちも一緒に戦いたいんだ。なるほど、お話はよくわかりました。それじゃあ、断る！いいえ、私たちは彼らと戦うつもりありません。え、戦うつもりがない。はい。私たちがサッカーをするのは、己の心と体を鍛えるためだ。試合で優劣をつけるためではありません。彼らには私たちに戦う意思がないことを話してお引き取りいただきます。そんな話が通用する相手じゃないんだ。何言ってんだよ。エイリアにそんなのが通用するはずがねえだろ。それはあなたの心に邪念があるからです。邪念。心を無にして語りかければ伝わらないことはありません。はっはっ、なんだこいつら。では失礼します。そろそろ修行のお時間です。ゆえ待ってください。サッカーをするのは心と体を鍛えるためと言っていましたよね。いかにも。それこそがこの万有寺のモットーなんや。ならばフットボールフランティアで優勝した選手とサッカーするのも良い修行になるのではないですか？試合という形ではなく、あくまで手合わせとしてどうかしら。ぶっ潰してやるか。なるほど、そういう考えもあるかもしれません。わかりました、お受けいたしましょう。監督、でも襲撃は明日なのに手合わせなんてやってる場合じゃ。でもさ、これが万有寺に協力してもらうのに一番の方法かもよ。これで実力を示せれば彼らも一緒にエイリアと戦ってくれるかもしれない。そうそう、口で言ってもダメならサッカーで分かり合おうぜ。そっか、そこまで考えていたなんて、さすが瞳子監督。ではすぐにグラウンドの整備をさせていただきます。させていただきますがゆえ。はっ、これ気合入ってんな。まずまず気合入っとるな。まずまずだ、合格じゃ。あいつらサッカー部だったんか。隠れ、そこに隠れてるの分かってるぞ。さあお前も早くグラウンドの整備するんじゃ。チー、早よ出てこい。準備なんてもう必要ないさ。俺たちは自分のベストを尽くす、ただそれだけ。ここちょっと待って。お前それさ、歌い手みたいなことになってない？あのツイッターのアイコンとかめちゃくちゃさ、美化された絵なのに喋りかけるとなんか、随分顔長くない？お前、聞いてるな、さては。聞きがち。いざ、お手合わせ願います。なんかバーチャル YouTuber も、おっぱいちっちゃい、自分のおっぱいちっちゃいやつはおっぱいでかくしがちらしい。2チャンネルのまとめで見た。万有寺中。とんでもないとこでやってんな。我ら万有寺サッカー部、雷門中サッカー部の皆様お手合わせ願います。ふんはお、星野選手みたいなやついんな。フットボールフランティア、裏の優勝校と呼ばれる実力見せてもらうわ。よし、行こうぜ、みんな。いやいや、負けへんやろ、こんな奴らに。腐ってもよ。いや、中谷、もうお前じゃ無理だな。下がっとけ。前半は吹雪史郎をディフェンスで使う。そういうこともできるんだぞ、今の俺には。これでいこう。
すげえ、ガード30万のかよ。マジで。染岡と塗り壁で敵のゴールキーパーの PP をゴリゴリ削って、削り切ったところで吹雪四郎を前に上げる。いや、こいつも使いてえな。いや、吹雪四郎ここでいいわ。いや、負ける気がしねえ。いや、負ける気しねえ。気合入ってそうだな。いや、あ、まあまあつ、まあまあ強えな。ドラゴニックキャノン、烈風ダッシュ、疾風ダッシュの上位互換、フンフヘッド、分身シュート、市川耐えもめちゃくちゃくらい。ビクゾーみてぇじゃん顔が。学びや一金。あー、なるほど、ツートップの2人が兄弟ね。兄者弟じゃね。天神うすけと天神あたろうね。影田めぐる、こいつイケメンだな一番な。宝玉光、まかない翔、四股踏み、スーパー四股踏み、一人ワンツー、蜘蛛の糸、やばい。ね、分身ディフェンスにさ、分身ぶち当ててんな。ちょっと悟り会にはぶつけていくわ。敵の左サイドバックってことは俺の右、オッケー、潰すぜ。まずじゃあまずボール回そっか。で一回止める。で乗せからの、乗せからの壁行こっか。で挨拶代わりの水星シュート、止めてみろよ。このコンビネーションシュート、おい、こいつらいよいよやりやがった。いよいよやりやがったこいつら。いよいよ火吹きやがった。いつか吹くんじゃねえかって、いつか吹くんじゃねえかって思ってたけど今日だったんだな。クソ、やるな、火吹きやがった。好きだらけですね。ただ水星シュートで、水星シュートで使わせたらでかいぞ。いるか染め。いやー、これ塗り壁行きてえな。うわ、マジかよ。中盤が、いけ持ちすぎ。うわ、マジかよ。いけ、どうか。やべやべ。ねえ、これ必殺技打ってきてる、これ必殺技打ってきてるかな。通常だったら俺普通に止めないんだけど、これ一冊かな。微妙だよね。打ってきてる、オッケー、ボットハンドいくわ。ドラゴンキャノン、おい、ドラゴンのバーゲンセールじゃねえか。止めろお前、え、止めろ、止められる、この最強の、お前止めろ。マジかよ、ゴッドハンド効かねえの。マジンザハンド打つべきだった。めちゃくちゃかっこいいじゃん。みんなドラゴンを使ってんじゃねえか。やば、これぞ修行の成果だ。しゃ、次こそは止めてみせる。やばい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 、同じ作戦でいって、柿田の PP 結果からそう。大丈夫、
全く同じでいい。パス。いけ。うわマジで言ってんの。こいつら強え。で、ね、強いってこいつら。パワー使うわ。しゃ。これが私の力。え、こんなにピピ使うんだ。待てよ、違う。イリュージョニックボール。いや、なんでだよ、バカ野郎。おい、ちょっと待って、ねえ、これさ、この状態で染岡にパス出したらどうなる。これオフサイドじゃないよね。いけ、負けた。やばい、分身ディフェンス VS 分身やりたかった。そう、マジかよ。取れる。やべえ、でもオフサイドだな。ちょっと待て、ここで待てよ。ね、すごくない？頭めちゃくちゃ良くない？ねえ、頭めちゃくちゃ良くない？そんで精神を入れ替えて、いけ。待てよ、PP、PP が55残ってる。40。ず、いけ！残り PP は40。打てる技は1回。絶対決める。あれ、なんか知らないけど、これ、なんで軌道持ってんのこいつ、バカか。あれ、軌道が取っちゃった。あれ、オフサイドじゃない。よし、バレてね。バレてね、バレてね。お、バレてね、バレてね。俺が軌道に奪われた形。よし、完璧。これだ。これ。貫け。貫け。いや、強すぎる。なんだこいつ、やべえ。やべえ。おい、ちょっと待って、やばすぎる。強すぎる。いけ。やばい、強すぎ、マジで。やばいやばいやばい、こんなとこで負けられない。ね、塗り壁 PP いくつある？後ろから行こうか。やべ、マジンズハンド使うしかねえわ。あ、なんだ、通常かよ、チキショ。いや、通常だったが。ほう、なかなかやるな、ノー音じゃ。なかなかいいシュートだったな。いや、 TP 隠せるわ。いや、ここはもう使わざるを得なかった。使わざるを得なかった。おい、ちょっと待って、こいつら強い。マジか、やべえ。え、ちょっと使わせてよ。あ、アイテム、え、アイテム使えない。え、アイテム使えない。なんでよ。回復できないの ?TP40。 今作は TP の回復は不可能。ねえ、水星シュートの PP は？いや、待てよ、これいける。
ジかよ。いや、ツインブースト止められた軌道を言うと、いやでもソメがまだまだ元気だ。左サイド重めにして、待てよ、 TP40 あるだろ。こいつ回しが役、一ノ瀬真ん中に持ってきて、いや水星シュートってさ PP いくつだっけ。36、半分にしてバーニング使って18、一発出んな。ロングレンジから水星シュート1点決めて、であとはチェンジして染岡に任せよう。いや、バーニングは味方が取ってからしよう。ちょっとさ、何がやべえってさ、遠藤がもう PP 使えねえわけよ。ってことはシュート打たれたら負けなわけよ。おい、なんでだよ、バーニング発動しねえんだよ。バーニングどうやって発動すんだよ。長押ししてるぞなあ。え、ちょ、なんでバーニング発動しない。ザ・ウォルス・ドーン。で、ちょっと待って。なあ、こいつクソすぎる。おい、来たまれ、マジで。なんで水星中と撃たれんだよ、お前。おい、どうした。何が起きたんだ。何が起きた。おい、え、バーニング使ってるよ、 TP 中。え、意味がわからん。つけ、あと15分ある。落ち着け、あいつが使えないなら。あー、くそ。いけ、いけ。いや、もう染めにかけるしかねえ。いや、これ強すぎる。一人ワンツーが強すぎるよ。頼む、ドルフィス強い、こいつや。おねえ、ちょっと審判辛くねえか。左サイド全然遊んでんじゃん。ソメ頼む。ここかわしてソメにパス出して、ソメで一人抜いて、一ノ瀬のイリュージョンボールは絶対取れない。いい、もうどうでもどうでもいい。ソメ一人抜け、一人抜いて、頼むぞ。いつの間にそんな技を。くらえ。おい、どっちが見て、ワイバニングクラッシュとドラゴンクラッシュ。待てよ、イリュージョンボールが、待て、落ち着け、これは落ち着け、落ち着け。これ一応ワイバン打つ方がいいよね。どちらでも打てねえもんな。
使うわ最強の技。やべえ、解放者と戦わしたかった。止めてみろ、おら。よし。おい、しかも俺に作戦がある。みんな作戦がある、聞いてくれ。おい、作戦がある、マジで。いたか、これが俺の実力だ。なんと、まだまだ修行が足らなかったか。俺の作戦マジ聞いてくんね。おぞましい作戦があるんだ。ここでなんと栗林投入して栗林で推薦シュート打って勝つわ。頼むぞ栗林。栗松、塗り壁と栗松はあれだから幽体離脱で入れ替えることができるからな。あれみたいなもんだ、この吹雪四郎と敦也みたいなもんで、もう一人皮をベリベリって脱ぐと栗松が出てくる。勝った。それでも栗松なら、それでもクリマツなら何とかしてくれる。クリマツは何も言わずに走った。クリマツは何も言わなかった。これでヤンス。勝ちでやんす。僕がボールを持ったら勝ちでやんす。あ、この二人の水星シュートなんだよな。頼りになるのは言っただろ。だから序盤削って最後水星で勝つと、後半30分31秒だぞ。なんと、まだまだ試合が足らんかったか。日本代表もこれやれ。中盤のさ、一ノ瀬とか機能が強い。よーし、中盤の一ノ瀬と機能が強すぎる、マジで。はっ、僕たちの勝ちだね。無念。敵強すぎだろ。おい、ボールの支配率見てくれ、 29% よ。よく止めたわ。なんか覚えろ、コイルターン。はい、来た、スーパーマルマジロ来た。スパマル来た、スパマル。お見事、なんと素晴らしいサッカー。さすがはライモン中の皆様だ。それにあの研ぎ澄まされた技の数々、やはり日頃から厳しい修行で精神を鍛えているのだな。ノアニじゃ、ウモトじゃ、一体どんな修行を積んでるのか我らに聞かせてくれまいか。それはいい考えだ。皆様もぜひともゆっくりしていってください。お前たち、は、皆様に宴の用意を。は、うお、宴っすか、ごちそう食べるっす。よかったな、エンド。これで万有寺も一緒にエイリアと戦ってくれるかもしれん。ああ、めでたしめでたし。鼻水かぶわ。よかった、栗松、マジで栗ちゃん入れといてマジでよかった。わあ、かっこいい、演武ってやつだな。勝利にも見せてやりたかったな。よかった、栗ちゃん悪口ってごめんな。ごちそうはどこつか。まあ、お寺だしな、贅沢言うなって。なんだ、お前腹が減ってるのか。だったらこれをくれてやるよ。ほら、イモリだ。絶対イモリだぞ。うお、おにぎりじゃないですか。いただきまーす。うんご、うん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 。火辛いっす、涙が。うししどだ、俺様特製大い、大盛りわさび入りおにぎりだ。まあ、俺は栗松だって言ってただろう。こら、小暮。ほんと、なんてことなの。もう、許せないんだからね。おい、春菜。
全く申し訳ございません。それで何のお話でしたか。そうだよ、修行のことだろ。俺たちで言う特訓だよな。俺たちは40年前の伝説の稲妻イレブンが使っていたサッカーの秘伝書で技の特訓をたくさん重ねてきたんだ。ふむ、興味深い。我らも秘伝書で己の技を鍛えてみたいものだ。ノーアニジア、うむことじゃ。だったらちょうどいいさ、俺たちと一緒にエイリアを倒そうぜ。いいや、それとこれと話が別だ。ノーアニジア、うむことじゃ。無益な争いはしないこと、これは万有寺の誇りでもあるのだ。やれやれ、頑固な奴らだな。なあ、ずっと聞きたかったんだけど、なんでそんなに外との試合が嫌なの。先ほども申した通りです。サッカーは優劣をつけるものではありません。そうかもしれないけどさ、フットボールフロンティアなら、もっとたくさん強い奴らとタッカーできるんだぜ。それってワクワクしないか？単純にな。ほうほう、なかなか面白いお方じゃの。ん？おじいさんは誰ですか？監督、いつお修行からお戻りに？え、この人が監督さん？でも、試合の時にはいなかったような。監督は悟りを開くため、普段は山にこもって修行を続けておられるのだ。ノー兄じゃ。うむ兄じゃ。うむ弟じゃ。前に学校へお姿をお見せになったのは、もう半年も前になるかな。半年も？すごいな。どういう輪郭？これ。あれ、鼻か。鼻と顎か。あれ、口か。遠藤殿と言ったかの。それでは逆に問おう。お主はなぜそこまでフットボールフロンティアにこだわるんじゃ。え、なぜって。サッカーをやりたいだけなら試合ではなくこのような手合わせでもいいんじゃないのか。でもフットボールフロンティアの全国大会決勝戦に出ることはじいちゃんと俺の夢で、その夢が叶った今お主はどうするのじゃ。宇宙人とやらを倒した先は、先、お主のサッカーを愛するまっすぐで曇りのない心は本当に素晴らしいものじゃ。ならばこそ、己のさらなる成長のため、もっと他の可能性を探ってみてはと思うのじゃ。他のってサッカー以外ですか？そうじゃ。例えば YouTuber なんて言うのどうじゃ。そうは言うとらん。サッカーの中にも様々な可能性があるからの。そう、例えばちょっと待ってくれ。俺の方が先に言ってた、それ。ねえ。パクられた。俺だっていないで1やってる時に俺言ってたから。ってことは2じゃん、これ。俺の方が先に言ってました。パクられました、完全に。おかしいでしょ。そう、例えばポジション。ゴールキーパー以外にも可能性があるかもしれん。キーパー以外。そうじゃ、お主にこのシュート技を授けよう。そのメガトンヘッド。おい、ギガンタンクヘッド。いや、俺やってたって、その可能性はもう示してたんだよ、俺が。ギガトンヘッド。すごそうな名前だ。それってどんな技なんですか？強い？このギガトンヘッド、メガトンヘッドは、キーパーの経験を積んできたキーパーの経験を積んできたお主にこそふさわしい技じゃ。さっきの試合を見ていてな、お主ならば使いこなせるだろうと直感したんじゃ。ふむふむ、なるほど。ググッと溜めて頭からドーンバーンか。ふむふむ。どうぞ、この万有寺でゆっくり悩まれるとよろしい。心を無にして語りかければ、必ずや答えが見つかるじゃろうで。どうする？俺がギガトンヘッド塗り壁に覚えさせたら。俺言っとくけど言うこと聞かねえからな、おめえらの。俺言っとくけど、これ覚えさせるからね、塗り壁に。答え。ダメだ、遠藤は髪が長すぎてヘディングに向いてない。遠藤くん、どうかしたの？いや。あのね、みんなが万有寺中ゆっくり見学したいって言ってるの。せっかくだから、遠藤くんもいろいろと見て回ったらどうかな。そうだな。俺もちょっと万有寺中を見学してみるか。そうじゃ、遠藤殿。お主たちに少しばかり教えておきたいことがある。わしはグラウンドの奥にいるからの。気が向いたら寄ってみなされ。あ？え？秘伝技で覚えた技を他の選手にも教え、秘伝技で覚えた技を他の選手にも教えられる。え？なんだこれ。この技はコロコロの読者が考えた技。なんかそういう遊び心マジでいいね。カプコンでいう、ね、あのロックマン2のボスはね、視聴者投票から決まったじゃん。そういうのいいよ。苦しゅうないぞ。ヘディングでパンチとはこれいかに。
ヘディングでパンチ。で、この技をな、覚えられるらしいぞ。あれ、どこに言ってたっけ？ごめん、聞いてなかった。わしはグラウンドの隅にいるからの、暇があったら来てみ。技伝授を極め早300年、和田伝授マスターのこのわしがそなたの可能性を開いて信ぜよ。はい。え？あ？どういうこと？ちょっと意味がわからない。ただでこうやって伝播していくってこと？2000ポイント？ふざけんな！返せ！おい！その2000ポイントは、おい、金取んのかよ、これ！詐欺じゃん、普通に！オレオレ詐欺じゃん！マジで！2000ポイント？えろ、アコギの商売してまんな。2000ポイント？おい、ちょっと待ってくれ。俺は何のために、使うんじゃねえバカだれ。おマジかよ、ほんとに。いや、それはあれやんけ、どうやってやるのかなのチュートリアルをさ、配信のこと考えて視聴者に見せなきゃいけねえだろ、バカかな。どういうことなのか、俺はなぜ全財産の3分の2を失わなきゃいけないんだ。くたばれマジでこいつ、ふざけんな、金返せ2000円。抜け！もうふざけんな、もう帰ってくれ家に。頼む塗り壁、家に帰ってくれ。お前じゃもうダメなんだ。なんでしょ、俺モブキャラに勝てねえんだよ。さあまだ使うなよ、オッケー。負けた。おい、マジかよ。お前2000ポイントやぞ。日本円に換算したらいくら？ 70 万くらいだよ。価値を分かってないんだね。いや、マジで70万よ。もう足遅いな！切れた。お前も使えたんだな、それ。じゃあ、お前もマジンズハンド使ってくれよ。バーナウェイ！お前もマジンズハンド使えよ、それ出せるなら。そのキュービのチャクラ使えるなら。万有寺サッカー部の監督は噂ではもう300歳を超えているの。ま、あくまで噂なんだけどね。スポーツウォーター。
遠藤様、心に迷いがあるのでしたら、この万有寺の生徒たち、彼らの姿から何か見つかるかもしれません。ところで、先ほどよりまた小暮の姿が見えないのですが、また困ったものです。まあ、小暮探せってことか。俺は左下に、画面左下、皆さん注目してください。若干見えてるぞ。冷えてるぞ小暮。修法かなえ池田正図。くっそー、あの2000ポイントマジで返してほしい。マジで返してほしい。万有寺の特区が見たくてこっそり忍び込んじゃった。どうやって入ったかって。この学校の正門の 竹やぶには隠し通路があるんだ。あー、あったね。下に見えてるな。マジで悲しい。だって2000ポイントっつったらさ、何回使えるよ。20回鍛えられるんだぜ。これがどういうことか分かるか。よし、はい、余裕。はい、余裕っと。なんでさ、おい、ちょっと待って、調子でできないの。なんか稲入れ2が壊れちゃった、みんな。ねえ、壊しちゃった稲入れ、俺が。万有寺の教えその1、力とは争うためだけではなく己を高めるためにある。万有寺の教えその2、トイレットペーパーは1回30センチまで。万有寺 の教えその3、おかわりは1日1回まで。万有寺の教えその4、寝る前には必ず歯磨きをする。いい教えだ。取るな俺から。ご飯は最低30回噛んで食べる。いい教えだな。正門から見てすぐ左手にある竹やぶに入っていくのを見ました。まあ大体その辺だろうなと思ってたよ。ん、あれは春菜。しっ、次こそ決めるぜ。俺様の超ウルトラハイパーミラクルシュート、スーパーエレクトリックサンダーパンチ。くー、もう一回だ。ひたむきな努力できる子じゃねえか。あれは小暮、さっきからずーっとあんな調子なんです。もう100回は失敗してるかもしれない。もう一回、次こそ決める。はあ、全然ダメ。この子本当にサッカーをやっていたことがあるのかしら。なんだお前らか。何しに来たんだよ。俺をバカにしに来たのか。そうじゃないわ。なんでそんな言い方しかできないのよ。まあまあな、どうしてこんなところで練習してるんだ。ふん、グラウンドでは練習させてもらえないんだ。え、なんで、いじめられてんのか。え、ふん、そっか、一人で特訓するなんて。お前サッカー好きなんだな。ふん、お前には関係ないだろ。練習の邪魔だ、どっか行け。おいおい、それじゃボールまでの距離が短すぎるぞ。もっと助走をつけなきゃ。うるさいんだよ、お前たちが話しかけるからちょっと間違えたんだ。くぅ、なんでできないんだよ。ああ、これじゃいくらやっても無理そうですね。今のスピード、それにあの動き、もしかしてキャプテン、あの練習をもう100回は続けてると言ったな。だがあいつは息切れしていない。もういいよ、隠れた才能がある展開はねえよ、こいつに隠れた才能は。くそ、もう一度だ。もしかしたら小暮くんってすごい身体能力の持ち主なのかもしれない。ねえよ小暮くん。なんだよ。柿田さんのところに行きましょう。小暮くんの練習を見てもらうのよ。何言ってんだお前。柿田さんたちはきっと小暮くんの身体能力の凄さに気づいていないのよ。小暮くんの練習を見ればサッカーをさせてくれるかもしれない。そんなこと無理に決まってるだろ。ふーん、自信がないんだ。違うわい。俺が本気を出したらあんな奴らに負けやしないんだ。へえ、そこまで言うんだ。じゃあ決まりね。大丈夫よ、キャプテンたちも一緒に行ってくれるから。え、俺に入れてもらうことできるか。さ、行きましょう。華麗にする。悪いな遠藤、あいつは昔から言い出したら聞かないんだ。は、そういう頑固なところ、お前とそっくりなんだな。
そうだろうか。お兄ちゃん、キャプテン、早く。まあでも一生懸命やってるやつがな、そういう正しい評価されてないっていうのは確かに聞き捨てならぬ。そしてもう頼む、塗り壁、お前の TP の低さをどうすればいい。俺はどうしてやれる。俺がお前にしてやれることってなんだ。ただお前の死を待つだけか。俺はこいつがさ、相手から相手抜けて、あぶね。え、ループシュートってそんな強いの。こっちじゃねえ、おめえじゃねえ。どの面下げててめえこっちだと言ってんだ。あー強え。やるね。なんで俺のさタッチペンあんま反応しないんだろう。なんかあるのかな、押し方が甘い、よだれか。マジでおい、今シュートのあれ入んないのか。うまい。そんなことってある。やったぜ。一回拭いてみるか。確かに拭き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 。ただ液がねえからフェイタスで拭いていい。フェイタス染み込ませて拭いたら怒る。で小暮がアダコだって言ってたな。さあ任せろ。相手が近づいてきたらドリブルしてるやつをダブルタップした方がいい。へえ、何それ。そんなルールあったっけ。え、ダブルタップできないよ。池起動。ナイス。こういうことでしょう。ダブルタップはドリブル中？なんだそれ。ボディが16未満だと悪いと言ってパスをこぼすことがある。危な。でもボディ16未満なんてなかなかいねえもんな。小暮さん、見てやってくれませんか。遠藤様、心の迷いは晴れましたかな。おや、小暮かきゃさん、小暮くんの練習見てもらえませんか。練習を。はい、小暮くんの身体能力を知ってほしいの。100回もずっと練習して息切れ一つしないなんてすごい。なるほど、そうですか。小暮、お前が皆さんのをそそのかしたのか。なんだと。たとえ練習であろうと、お前が万有寺のグラウンドでサッカーをするなど100年早い。お前は言われた通り道場の掃除を続けていればいいのだ。ひどい。
そこまで言わなくてもいいじゃないですか。ちっ、そんなこったろうとは思ったぜ。なんでこんないじめんの、小暮を。柿田さんの石頭。小暮くんてば、ねえ、どこに行くの？また練習すんの？決まってるだろ、仕返しさ。毎日朝から晩まで掃除ばっかりさせやがって。俺をバカにしたらどうなるか、思い知らせてやるんだ。さーて、どんな仕返しをしてやろうかな。いい加減にしなさい、バカ、ハゲ。こんなことして、だからいつまで経ってもサッカーをさせてもらえないんだからね。うるさい、だいたいお前おせっかいなんだよ。俺は決めたんだ、バカにした奴らをみんな見返してやるって。見返す？そんなことで見返したことになるの？そんなに悔しいならサッカーで見返せばいいじゃない。あなたサッカー部なんでしょ。うん、練習しましょう、小暮くん。そして上手くなって見返してやるの。私も付き合うから。はあ、なんでお前と。何、逃げるの？違うわい、やるよ、やればいいんだろう。言ったわね。さあ早速練習よ。はっきり言うけど、小暮くんにはシュートの才能いやいや、そんな子供、俺も言われたよ、お母さんに。小学校4年生の時に、お母さん、俺将来アナウンサーになりたい言ったんだよ、お母さんに。そしたら、純ちゃん聞きなさい、あなたに今から厳しいことを言います。あなたは頭がでかいです。テレビに映る人は顔がちっちゃくないとなれません。なので一生懸命勉強してもあなたはアナウンサーになれません。医療従事者を目指しなさい。今それと同じことを言われてる。俺は守ってあげなきゃいけない。はっきり言うけど、小暮くんにシュートの才能はないわ。その身体能力を生かして、あ、ディフェンダーなんだ。勝手に決めるな。俺もこうやって突っぱねられたらな、人生変わってたかもしんねえな。燃えてるな、春菜。な、木戸。春菜は昔、施設でいじめられ仲間外れにされていた。その時は俺が守っていたが、おそらく小暮は昔の自分と重ね合わせているんだろう。だが、いじめ？違うよな、柿田。道場の掃除も、グラウンドの整備も、あれって全部サッカーのための特訓だろ？やはりお前も気づいて、やはり君も気づいていましたか。ああ、小暮が走る時のフォームを見てさ。おっしゃる通り、小暮にさせていることは全て基礎の特訓なんですよ。あいつの身体能力の凄さは私も十分に分かっている。これでも一時は万有事のレギュラーと一緒に練習をさせていたのです。だが少しでも気に食わないことがあると突っかかって、なあ兄ちゃん、産む音じゃ。相手がちょっとパスを失敗しただけで、わざと蹴りにくいボールを出したと暴れ出して、もうそれは手がつけられなかったんです。それでまずは掃除をさせ、精神を鍛え直すところから始めた方が良いかと。それがあいつにはいじめのように見えていたのか。はあ、ひねくれたやつだな。仕方もあるまい。あやつは裏切られたのじゃからな。誰よりも信じていた母に。どういうことだ？もう10年以上も前のことですじゃ。まだ幼子だった小暮は、母親に駅のホームで置き去りにされての、母親とはずっと離れて暮らしていたらしく、あえて嬉しかったのじゃろう。夜になり、駅員が連れ出そうとしても、あやつは口をつぐんで動かなかったんじゃ。今15歳だとしたら、今14歳だとしたら4歳か。まあ物心ついてるな。万有寺に来た時、あいつは人を信用しなくなっていた。心が歪んでしまったのじゃ。そうだったのか。ここには小暮のような子がたくさんいます。どんな現実にも負けぬよう、心と体を鍛え上げる、それが万有寺なのだ。なあ兄ちゃん。うむ、音じゃ。だが小暮はまだ未熟じゃ。今は万有寺のグラウンドに立つ資格はない。そういうわけです。お分かりいただけましたか？分かった。でも納得できない。え、遠藤。だってこのままじゃあいつ、せっかくのやる気までなくしちゃうぞ。どんなに基礎を覚えても、ハートがなかったらいいサッカーはできないんだ。いいサッカー、そのハートがねえっつってんだろうがよ。ただあいつにもう一度、いやいや、そのハートを今鍛えてる、今まさに鍛えてるんじゃないのか。頼む、あいつにもう一度サッカーをするチャンスをやれないか。もう暴れないようにちゃんと俺からも言っとくから。不思議なお方ですじゃ。なぜ他人の、しかも出会ったばかりの者のためにそこまでするのじゃ。俺知ってるんだ、サッカーをやりたいのにできないのがどんなに辛いかって。半田たちのことが分かりました。ですが一つ条件があります。条件？先日京都の民から怪しい男を捕まえてほしいとの申し出がありました。怪しい男？最近京都の市街地でみんなに迷惑をかける者がいるらしいんです。白鵬賢治か。
苦情が多く寄せられているため、そいつを捕まえてみんなを安心させてあげてください。なかなか素早い奴らしく、警察も捕まえられないそうなのだ。ノア兄じゃ、妹じゃ、すぐにでも出向きたいが、あいにく我らはエイリアを待たなければならん。どうです、我らの代わりに怪しい男を捕まえていただけませんか。そうすれば小暮にもグラウンドでサッカーをする機会を与えるとお約束します。よし、そいつを捕まえればいいんだ。どうする、夜中さ、まあね、夜中に強盗とかに入ってバーって捕まえて、カパッて顔見たらさ、それがさ、やつだったらどうすんの。蝶根が腐ってたらどうすんだ。本当に不思議なお方じゃ。どうすんだ、小暮だったら。その悪さしてるのが、は、京都の街で怪しいやつを探す。なんであんなやつのためにそこまでするでやんすか。うん、まだわさびおにぎりで鼻がツッとする。それはサッカーをさせてあげたいって気持ちも僕だってわかるけどさ、でも明日にはイプシロンがやってくるんだぞ。そんなことしてる場合かよ。そうだ、早く練習しないと。風丸どうした。なんか風丸焦ってるな。焦ってる、違う、俺はお前よりずっと現実的なだけだ。おい風丸、分かったわ、捜査することを許可する。ただし期限は今日の夕方、それまでに見つからなければ諦めること。それ以外のみんなはいつも通り練習を続けて。加速！小暮君のためにありがとうございます。ここで言い争ってチームワークが乱れるのは避けた方がいいわ。それに小暮君の能力も確かに気になるの。よし、時間もないし早速怪しい男を探しに行こう。まずは情報を集めないと、町の人にいろいろ話を聞いてみようか。シュー、京都の市街地で怪しい男を探せ。やぶさかじゃねえな。理由はここで白王賢治と会えるかもしれない。あ、ヒロト、あれ久しぶりだね、マモル。知り合いか、エンド。知り合い、ううん、俺とマモルは友達さ。どうしてここに。お前もなんかエヴァンゲリオンでいうカオル君的な感じじゃない、これで多分。うん、ちょっとね、さが、シンジ君、いいよ、シンジ君。そういう匂いがする。ちょっとね、探し物があってね。探し物？うん、京都で見つかって、噂を聞いていたからね。でも、マモルがいるなら、こっちの方が面白そうだからね。マモルたち怪しい男を探してるんだろう。俺も一緒に行っていいかな。もちろんいいよ、一緒に探してくれよ。え？仲間なの？え？こいつ仲間なんの？カオルくんじゃねえのか？あいつ。どうして僕たちが怪しい男を探してるって知ってるんだ？確かに。あ、なんていう落差。遠藤、喜怒、吹雪の後に、ヒロトがいると思ったら、残念、僕でした。帰ってくれ。今お前の顔見たくない。お前は不愉快が顔着て、服着て歩いてると思うんだ。頼む。今は下がっていてくれ。まあ、この辺の奴らか、喋ってみる。ここがコンビニ、Gマート、京都店どすえ。一元さんも歓迎どすえ。あ、なんか言ってたよね。ここは通っちゃダメだよ。あいつは僕が見つけるんだから。え、何のことだって、それは秘密だよ。いや、ここでしょ。いや、ちょっと待って。絶対あいつだ。ここがスポーツショップペンギーゴ京都店どす。一元さんはお断りどすえ。え、万有寺の代わりに君たちが怪しい男を捕まえるだって。いや、別にちょっと足りないなんて思ったわけでは。ほう、もみじの下に佇む舞妓はん、あでやかじゃの。いいじゃろうこのピンバッジ、京都限定のレアものじゃぞ。そういえば東京には古いピンバッジを集めてる人がいるらしいの。たくさん持っていけば小さなメダル的な。ん？カバン戻せ。なんか、確かにこれ何これ。確かに。ああ、わかった。戻すね。じゃあこれにするね。うち、舞妓はんになるため、今日からお勉強を始めるんです。立派な舞妓はんになれるように応援してくれます。あ、違う。朝倉土方クール。なんだっけ、白王賢治ってどこにいんの。
もうじゃあ一番いいやつを隠していく、こうやって。だこのカバン何ね、ごめん、この、あ、これ、そんなの、そうなんだ。初めて知った。え、最近みんなを困らせてる怪しいやつを探してるだって？そういえば、ケンちゃんが怪しいやつを捕まえてヒーローになるって言ってたな。ケンちゃんなら何か知ってるかもしれない。ケンちゃんはここの下の裏通りの入り口にいる。あいつだよな、間違いなくな。おけんぼ、おめみたいな子供が、関わっていい事件じゃねえんだ。何、お姉ちゃんたち、僕が何をしてるかそんなに気になるの？しょうがないな、ママには内緒だよ。僕、どうしても怪しい男を捕まえたくてさ、ここで待ち伏せをしてるんだ。え？兄ちゃんたちが代わりに捕まえるって？嫌だよ、僕の手柄を横取りする気なんだろ。え？手刀でトン。やれやれ、困ったな、あの子どかないつもりだぞ。僕に任せてよ。なんだお前、こいつ脳内に勝手に。守るたちの邪魔をしないでほしいな。帰らなきゃ、お家に帰らなきゃ。え、これで怪しいやつを捕まえられるね、守る。あ、あの子急にどうしたの。ガサッ。エンド、奥の通りに誰かいる。もしかして例の怪しいやつか。行ってみよう。行ってみよう。やってみよう。そっとね。そっと。こいつが一番怪しくねえか。なあ。それはいい子なし。どこ行ったんだ。あ、あそこ。頭うんこマンがいるじゃん。こいつはしばかねばだな。逃げた。クソ素早いな。キャプテン、僕に任せてよ。さあ、捕らえろ。その頭う、え、これあれじゃない？レーゼじゃないの？さあ、もう逃げられないよ、覚悟して。レーゼじゃん。どうした、ウブキ。で、お前はレーゼ。こんなところで何を。そうか、街を荒らせる怪しい男の正体は貴様だったんだな。え、レーゼが犯人。お前は誰だ。え、何を言ってるんだ、ふざけるな。俺を忘れたとは言わせないぞ。お前たちに学校を壊された雷門中の遠藤守だ。雷門中、どこかで聞いたような。我の名前は、名前は、思い出せない。まさか私たちに負けたから罰として記憶を消されたのか。ひどいね。いや、絶対これあれじゃん。サッカーで人を傷つけるだけじゃなく、仲間さえも傷つけるなんて許さない。絶対に許せないぞ、エイリア学園。なんだ、つまらないな。ん？レイズは憎いやつだけど、でもヒロトでしょこれ犯人。エンド、あんまり近づいちゃ。レイズ、お前はこの街で何も悪いことしてないんだろ。だったらもうここにいない方がいい。どこか安全なところに行くんだ。安全なところ。レイズ、これをやるよ。エンドはレイズにサッカーボールを手渡した。これは何。サッカーボールだ。お前きっとサッカー上手いと思うんだ。だからさ、いつか俺たちと一緒にサッカーやろうぜ。一緒に、ああそうだな、いつか。やっぱり宇宙に帰るんすかね。守る、あいつは君の学校を壊したんだろ。そんなやつ許せるのかい。わからない。でもさ、今のあいつは昔のレーゼンなんかじゃない。今ならサッカーを通じて友達になれるんじゃないかってそう思うんだ。お人よしだな、キャプテンは。でも遠藤が決めたなら私も賛成。レーゼたちを仲間にしたかったら、いびきさんに頼んでみよう。当たり前なに。おい、ちょっと待って。ジェミニストームの選手たちを引き抜きシステムで仲間にすることができるようになりました。そんなことある。いや、俺ゴ決めた。ゴールキーパー引き抜こう。わからないな、俺には。だって、ね、昨日も、嘘でしょ。ち、あの後ろ姿は。か、あ、監督、そっか、そろそろ時間だな。監督どうしました？すごい汗です。いいえ、なんでもないわ。それより約束の時間よ。あなたたちもそろそろ練習に戻りなさい。あれ？ヒロトはどこ行ったんだ。相変わらず急にいなくなるやつだな。
怪しいやつのことはもう心配ないって増田たちに、増田ってか柿田柿田たちに早く教えないとな。ああ、これで小暮もグラウンドで一緒にサッカーさせてもらえるだろう。早速万有寺中へ行こう。今の後ろ姿、まさかありえないわ。ソメ、お前レベル24ってどうした？いつの間に？ソメ、いつの間に天下取った？お前が風丸？いつ天下取った？塗り壁キック力一番高いじゃねえか。なんでさ TP じゃねえんだよ。誰か塗り壁の TP の開け方教えてくれ。こいつ TP さえあれば化けるんだって。水星シュートぶっぱできまくるじゃん。なんで、なんでいじめる？あれは小暮くん？そんなみんな怖い顔してなんだか揉めてるみたい。あの、どうしたんですか？ TP あげられる特訓がある？みんな、ちょっと俺今日行かなきゃいけないところがある。それが、小暮があなた方の秘伝書を盗もうとしたのです。なんだって？俺たちの秘伝書だと？俺たちが留守にしてるのを見計らってなんてやつだ。違うわい！ちょっと借りようとしただけだ。お前まさか、なんとかヘッドじゃねえだろうな。あれ2000ポイントするんだからな。それをこいつらが勝手に勘違いしただけだ。黙れ！まったくとんでもねえやつだ。おいおい、証拠もねえのに疑うのよくねえぜ。そうだ小暮、京都にいる怪しい男の正体が分かったんだ。これでお前もグラウンドでサッカーの練習ができるぞ。よかったな。メガトンヘッドじゃねえだろうな。え、お前マジだったのかよ。え、マジかよ。ね、キャプテンを信じていれば大丈夫なのよ。信じる、これが信じるということ。ママどこ行ったの？かわいそうに、信じて待っていたのにママに捨てられるなんてな。捨てられたママのこと信じてたのに、信じても裏切られるんだ。小暮、うるさいうるさいうるさい、こんなもの。小暮が秘伝書を投げ捨てた。あ、なんてことするっすか。うししざまみろ。甘ったれるんだ。うっざーい。バカ、小暮君のために頑張った。みんなの気持ちがわからないの。この秘伝書だってキャプテンの亡くなったおじいさんが書いたものなのよ。うじいちゃん、そんなの知らねえよ。ほんと、なんてやつだ。遠藤、見ろよこの秘伝書全部。え、見ろよ。おい、みんな、このディフェンス見ろ、この秘伝書見ろ。全部ディフェンス技のものだよ。え、もしかして私がディフェンスに向いてるって言ったから？きっと一人で練習するつもりだったんだ。あいつもサッカーが好きで好きでたまらないんだな。あー、これこんなところにメモが落ちてる。秘伝書、ちょっと、おい、ちょっと悪いやつじゃねえじゃねえかよ小暮くん。秘伝書ちょっと借りるぞ、すぐ返す心配。秘伝書すぐか、秘伝書ちょっと借りるぞ加藤、すぐ返す心配するな。小暮のメモ、本当に小暮のメモかこれ。あいつ本当に借りようとしただけだったのか。ああ、それ見つけるのちょっと遅かったか。俺たち悪いことをおっしゃったっすかね。でもキャラバーに勝手に入っていたでやんすよ。それだって悪いでやんす。勝手にじゃないぞい、わしがオッケーしたんじゃ。ボタンをかけ違えてるね、古株さんが。代わりにキャラバンを掃除するからと、おかげでほれピッカピカじゃわい。言われてみればそうだ。小暮くん、私小暮くんを探してきます。とんでもないことしちゃったな。来たぞおい。あ、うわ、ついに来たでやんすか。みんな落ち着いて、とりあえずグラウンド急ぎましょう。超熱血ポイント減ってるし。返してほしい。
クズの視聴者に盗まれました。あ、セーブするべきだった。あーやべえ、あーやっちゃった、やべえ、今日一回もセーブしてねおい、幻の4日目になるかもしれん。これちなみに負けたら最初からです。今日なかったことにしてください。何度言われても答えは同じじゃ。我々に勝つつもり、戦うつもりはない。すぐにお引き取りいただきたい。お引き取り？ファドラ。ギギギギ、つまんねえこと言ってんじゃねえ。黙れファドラ。デザームっていうのが昨日出てきてたよね。ならば仕方ないだろう。やれ、校舎を破壊するのだ。は、デザームさん。ゼルいいね。人間界の炎が遊んでそうだな。やめろ。なんだ今の黒いサッカーボールは。兄じゃ負けたらポイントが戻ってくるポイントは戻ってくるかもしれないけど、貴重な時間は戻ってこないぞ。うむ、なんという黒い木だ。音じゃ。さあどうする、万有事中よ。ちょっとセーブさせてお願い。やむを得ません。その勝負お受けいたしましょう。頼む、セーブさせてキャプテン。ふ、そう来なくてはな。お許しください、ひとときの怒りに負けた心弱き私たちを。大丈夫だよね、万有寺のみんな勝てるよね。イプシロンの力この目で見せてもらう。ちょ、セーブさせて。え、何。さあ遠慮はいらない、邪悪なる 魂に天罰を下すのだ。はっ、お前たち、すべてはわしの指示通りにいいな。こいつゴールキーパーなんだ。はい、デザーム様。いっ、万有寺とイプシロンの試合、俺たちは黙って見守ることしかできなかった。でも、イプシロンの力は、俺たちの想像をはるかに超えていた。ああ、爆弾シュートだ。あ、もう手使ったか、普通に。あ、もう普通に手使ったか、こいつら。勝てねえよ、これ。手使われたこれが、これがイプシロの力。なんてスピードとパワーなんだ。強い、ジェミニとは比べ物にならない。それだけじゃない、あのデザームとかいう男、相当頭が切れる。あいつの完璧な計算によるフォーメーション、全く隙がない。ざまあないぜ、散々威張ってたくせに手も足も出ねえじゃねえか。かきた、みんな。し、なんで今更あいつらのことが心配になるんだ。無念じゃ。兄じゃ、おとじゃ、おといさん。ふむ、この程度がつまらんな。ここにも私を楽しませてくれる者はいなかったようだ。ここにいるぞ、デザーム。プリキュア。ふう、あなた、こいつ絶対人気高いだろう。こいつ絶対人気高いよな。ふう、あなたたちの負け。今まで出てきたキャラクターの中で一番可愛いぞ。約束通り学校を破壊させてもらうわよ。破壊衝動、なんかでも頭、髪の毛が古い映画のフィルムみたいになってるんだよ。待てい。ん？まだ勝負は終わっていない。俺ちょっと、いや、エンド、セーブしよう、まず。エンド様。ほう、来門中か。エンド様、気をつけてください。あの者たちには心がない。心がない。来門中、ジェミニストームを打ち破った唯一のサッカーチーム。たったそれだけのことで我らに勝てると思うなよ。へえ、我らイプシロンの選手も随分と舐められたもんですね。あ、小暮くんそこにいるの？小暮くんでしょ。セーブしよう、みんな。柿田さんたちの敵を撃つためにイプシロンとの戦いに来たんでしょ。そうなんでしょ。俺は別に。みんなお願い、小暮くんをメンバーに入れてください。だってまだ俺小暮くんの実力を何も知らないよ。ええ
いいですよね監督。いやでも俺何をおじけづいてるのよ、みんなを見返すチャンスじゃない。でも大丈夫よ、私小暮くんならできるって信じてるから。またかよ、信じる信じるって簡単に言うなよ。ああ俺も信じてるぞ。でお前もかよ。俺もセーブさせてくれるって信じてる遠藤。あさっきは疑って悪かったっす、ごめんでやんす。私は遠藤を信じてる。遠藤があんたを信じるなら私もあんたを信じる。なんか ややこしいけどね、まあ君をみんな信じて俺も信じてる。頼む俺も信じてる仲間に入れてくれ。俺を信じてる、俺は俺も信じてる。セーブさせてくれ、それじゃ決まりだ、頼むぜ小暮。お頼む、セーブさせてくれ。信じてるぞ俺も。みんなよくない、よくない、マジでよくないぞ遠藤。怖いけど頑張るっす。雷門中央、せめてもの情けだ。あーお前を信じてよかった、デザーム。やばい、心が揺らぐ。俺こっちについていこうかな。ありがとうデザーム。うちの大将が申し訳ねえ、うちの大将が気が利かないばっかりに。己の愚かさを食いながら最後の時を迎える準備をするがいい。逃げることは許さんぞ。誰が逃げるもんか、ベーだ。よし、バッチリ準備をしてからイプシロンと戦おう。危なっ。面白いものが見えそうだな。よかった、信じて。こんな時にブログ更新すんじゃねえ。じゃあせっかくだから入れたいよね。あれ、なんでこっち星ついてんの。お、チョコ。あ、違う、星ついてんの俺か。やべ、ベンチ外に入れちゃった。ちょ、一回さ、一旦キャラバン戻って準備させてもらおう。一回すげえ日常に戻れた。日常って素晴らしい。あれ、どこに行きますかってならないんだ。しかもさ、ワンチャン引き抜きもできるな。で、名前でなんだっけ、レーゼ。うわ、あいつの名前覚えてねえ。サシスセレーゼ見てみようぜ。なるほどな、多分これあ、スカウトじゃなくて引き抜きか。わあ、やば。いや、すげえ。なにこれ、やば。と、上二人がめちゃくちゃ強え。負けた者は生きる資格がないと考える冷酷な男、その名もレーゼ。このチームはレーゼン抜きでいく。いや小暮入れてやりてえよな、さすがに。レベル10だもんな。友情ポイント足らないでしょ。安心しろ、こいつらに勝ち友情ポイントをため、レーゼを俺のものとする。戦術試合、あ、いや、セブン
何こいつ、ねちょっと待って、ね何これ、ねえ、何これ、こいつ二重人格なの。いやでも入るスペースがねえな。扇風陣持ってるから、じゃあいや誰外すよこれ。もう望月もめちゃくちゃ強くなってんだが、いた外すやつ、ゴミいた、ゴミがいる。どうすかこれ、これどうすか、みんな最強の布陣で、クリマツはもうクリマツと塗り壁は2人で1人なんで、あのフレイザードみたいに右側が半分クリマツで左側が半分塗り壁なので、ほとんど顔してるから大丈夫、バレない。でディフェンダーは、いやここ誰、あー小暮ここでいいか、ディフェンダーみたいなもんだろ、ファイブバック、あ、てか、こいつさ、風丸一郎って運べるだろう、ここの位置でも、疾風ダッシュで。水星コンビ。いや、揃ったんじゃないのこのディフェンス陣。ザ・タワー、ザ・ウォール、殺人キック。なんだっけ、扇風陣。オッケー。セーブしよう。さあ、行くぞ。雷門中よ、最後を迎える覚悟はできたか。では始めよう。我らと戦い、そして敗れることを光栄に思うがよい。あ、フォーメーション変えた方がいい。諸君、キックオフといこうか。ライモン中、え、でも今のフォーメーション結構気に入ってんだけどね。ジェミニを倒したっつうことは、ケイソン。ライモン中、ジェミニを倒したっつうことは少し骨のある奴らですかね。聞け、ライモン中。お前たちはジェミニストームを倒した。その力を称え、10分で決着とする。え、なんでそんな、勝手にルール変えんの ?30 分でやらせてよ。10分?勝手に決めるな。私そういうの大嫌い。だったら僕たちも10分で片付けちゃおうよ。なんだよこいつら、本気で宇宙人に勝つつもりなのかよ。信じらんねえ。何も言えねえ。さあ戦闘開始だ。エイリア学園ファーストランク、エイリア学園ファーストランク、イプシロンの力思い知るがいい。デレン、イプシロンのマークかっこよくない？フォーメーション変えてみる。くそかっこよっすん、くそかっこよっすん、くんかっこよっすん、くんかっこよっすん、くんおい、ちょっと待って、お前じゃない、少なくともお前じゃない、お前じゃないんだ。いや一ノ瀬はここにいる。ゆき、いやーこれさー、どうするべきか。ファランクスがいい、ファランクス、あー、ファランクスいいね。ファイブバックよくない、ドモン、でロングレンジから打てる塗り壁はここ、ボール運ぶ能力が高い軌道で最後に染岡にパスしてベーシックが一番いい。
カン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 。ほんとだ、これが一番いいわ、明らかに。真ん中二人は厚めにして、あ、いいんじゃない、めっちゃいいんじゃないか。いや、めちゃくちゃ良くない、このフォーメーション。こうしよう。めっちゃしっくりくる。さあ、お手並み拝見といこうか。なんだその尖ったフォーメーションは。ゼルのワンマンチームか。え、全然勝てるじゃん。ガニメデプロトン、ガイア、アストロブレイク、クリプト、メトロン、ガニメデプロトン、ガニメデプロトン、やばそうだね。ヘビーベイビー、ミスターチルドレン、アステロイドベルト、ミスチルいっぱい入ってる。グラビテーションもなんかあったな。オッケー。あのカメハメハな、オッケー。勝たしてもらう。いや、まずは相手の PP からすわ。まずは水星ショットの相手の PP からすわ。なんだ、なんだと、なんだと、ゼロ距離で俺の水星ショットを止めただと。ふざけるな。このままじゃもう開始3分で塗り壁をやることがなくなってしまった。ちょっと待て、こいつらやばい、こいつらやばい。こいつらやばい。なんだよそれ。いや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 、ちょっと待って。敵が強い。え、これイベント戦闘なのかな。いや、ダメだ、強すぎる。ボールが全く取れん。お、普通のシュートだったら取れるだろう、さすがに取れるだろう。え、ゴー、計算通りだ。え、これ負けイベじゃないの。シュート決めるのってマキは大好き。チキショウ、次こそは止めてみせる。え、なんで普通に始まるの。デザーム様、予告した10分が過ぎました。うん。なんてこと、遠藤君たちの攻撃を全く受け付けてない。どうしましょう監督。諦めてたまるか。いいな、みんな、何が何でも愛されに勝って万有事を守るんだ。ライモンの奴ら予想していたよりなかなかしぶといですね。まあ所詮はジェミニみたいなゴミ野郎に苦戦してた程度のチームだぜ。ちゃっちゃとやっつけてやりましょうぜ。ゴミ、俺たちがゴミ、あ、俺ジェミニたちがゴミやって。そう、過当なゴミだぜ。人間ごときにやられちまうなんてエイリア学園には必要ないゴミだぜ。ひどい、なんてこと言うの。必要ない、覚醒しろ。お前は母さんに捨てられたんだ。お前はいらない子なんだ。僕、いらない子なの。ふざけるな。ゴミゴミだって、ふざけるな。サッカーを怪我すやつ、仲間をバカにするやつ、俺は許さない。それがわからないなら、
お前らこそ本当のゴミだ。お前らに俺の視聴者に言ってやりたいわ。お前らこそ本当のゴミだ。そんなことがわからないな、わからないならゴミじゃねえ俺たちがゴミだと。え、母ちゃん、おい、ネットのさ2チャンネルの掲示板みたいな争いしてるぞ。俺たちがゴミだと。は、ゴミとか言うやつがゴミなんだが、こいつめちゃめちゃさ、指定してきそうだよな。レス番号269、お前がゴミだよ。は、お前に言ってないんだが。こいつ煽り体制ないぞ。弱点だ。イプシロンの弱点が分かった。ファドラだ。こいつ煽り体制がなさすぎる。俺たちがゴミだと。てめえ、過当な人間の分際でなめたこと言ってんじゃねえ。必要ない、俺はいらない。違う、俺は小暮君。小暮君、すごいすごい、みんなのサッカーにちゃんとついていってるじゃない。え、おデザーム様、そろそろ試合終わらせましょう。デザーム様、ご命令を。いや、もう少し遊んでみよう。デザーム様、このたぎるような感覚、一体なんだ。喜びを感じているとでも言うのか。奴らとの戦いに、この私が。小暮君、頑張って。イプシロンなんてガツンとやっつけて。そうだぜ、信じてるぞ小暮。だから簡単に言うな。分かったよ、俺がやってやろうじゃねえか。ちょっと待って、あ、間違えた、あ、間違え、入れ、はい、来た、入れ。くそ、なんで決まってんだ。いけてるから、いけてるから。おい、これイベント終わったか。小暮君、みんな、ちょっと待って。ちょ、分かった、小暮で技使えってことだろ。小暮の場所が痛い。小暮、それでも小暮なら何とかしてくれる。小暮、来てくれ。なんで小暮来ねえんだ。小暮、来てくれ。小暮で、小暮君、みんなを使う、見返すチャンス。くそ、やってやるぜ。小暮、早く来てくれ。小暮はあ。はい、絶対取れないやつ。それでも漕ぐなら。こぐ。ソメ、スペースが空いた。これ使う意味ねえかな。ああ、意味ねえや、全部意味ねえや。もう普通にコグで止めるしかねえんだ。いけ、コグ。穴コグどこにいる？スライディングに。PP もったいない。うわ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 。コグ、来てくれ。コグレ君、みんな、わかってる。コグ、チャンスだぞ。で、こいつがやられる。小暮君、なんで工具がやられてんだよ。おい、工具がやられてんやんけ。なんで巻き込み事故もらってんの、工具が。おい、何やってんだ工具。壁山に巻き込まれてんだが、コグが。しきしょ、切れた。おい、待てよ。
いやでももうこれで行くしかねえよな。これさ多分さ意味ねえんだよ、絶対取られるから。もう味方に敵に渡して、もう俺コグ見てて、そっちやめて、これ意味ねえ、絶対意味ねえから、コグ寄れ寄れ、コグ寄れ、 PP 使わせる。いやダメ、お前変なの、コグ終わりだ。今の何なんだよ。ゴールこいつ見てんだろ俺の配信。クソ頭いいんだが。ポジション変えるわ、壁山と変えるわ。どうする、影山と変えたらいきなり右サイドか。まあでももう前半終わりだな。そう、小暮くんの身体能力ない、確かになかなかなものね。みんなもう限界だわ、小暮くん。くそジェミニのスピードに勝った吹雪くんで全くかなわないなんて、このたぎるような感覚やはり気のせいではない。さあライモン中央、もっとシュート打ってこい、私を楽しませろ。小暮くん頑張って、あなたが頼りよ。うん、これ分かった、スリーバックにして絶対真ん中のコグがディフェンスに影響を与えるようなポジショニングしよう。これだこれだこれだ。そんで俺はもう工具しか見ない、ゼルに待つ。いけろ、よくわかんないけど言っちゃえ、絶壁じゃ。面白い、実に面白い、気に入ったぞコグ。笑ってやがる。いや失礼、どうやら私はお前ら甘く見ていたようだ。作戦終了だ、イブシロの戦、よし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 、コグが撃退した。デザーム様、なぜ聞け、イライモン中、お前たちの力まだまだ我らの相手には遠く及ばぬ。お前たちに時間をやる。コグ、もっと己を鍛え、私の望む真剣勝負を相手になれ。そして再び我らの勝負に決着をつけようじゃねえか。なんだって、何を考えているんだ。こいつマジでいいやつだな。やるねコグ。勝ったぞイプシロン、今回は試合途中だったけど圧倒的な強さだった。俺たちももっと練習してパワーアップしなきゃ。でもさ、とりあえず万有寺を守ることはできた。僕たちは負けたわけじゃない。俺すごい、ねえねえ、俺すごいよね。俺が敵のボールを止めたからあいつら逃げちまったんだろう。助かったよコグ。やっぱこの俺の才能に奴らもビビっちまったんだな。うんうん、しかもなんかちょうどいい感じだったよね、シュート打ってそれを旋風陣で止めるっていう。調子のいいやつだな。ふ、やったねコグ。でも確かにすごいスピードだったわ、一瞬分身して見えたもの。毎日そうじゃな、ん、掃除や雑用でスピードの特訓をした甲斐があったのではなくて。へ、何言ってんだ、俺はただ掃除や雑用をめんどくせえから早く終わらせちまおうと思ってちゃっちゃとやってただけだぜ。そうだったの。まあ結果的にスピードが上がってよかったのかな。
ああ、遠藤くん、えへん、この僕が助っ人になってあげましょう。お、本当か。じゃあ俺たちのキャラバンに。お待ちください。小暮はまだまだ修行の身、ノアにじゃ、ウモトじゃ、超一流の皆様と一緒にプレイするには未熟すぎます。なんでお前ら邪魔すんじゃねえ。はは、自分がエイリアに手も足も出なかったから嫉妬してるんだな。そうではない。たった一度ボールを奪っただけでこのはしゃぎよう。これでは皆様の足を引っ張ることは目に見えております。まあ待てか、来た。はい監督。遠藤殿、そなたそのキャプテン、そなたのそのキャプテンの資質を見込んでお願いしたい。この小暮を皆様に同行させ根性を叩き直してはくださんか。掃除でも洗濯でもこき使っていただいて構わんぞ。な、監督。キャプテンの資質ってそんな大げさなものじゃないと思うけど。でもわかった。任されたぜ。ふん、厄介払いができて生成しただろ。選別じゃ、小暮。万有寺のユニフォームじゃねえか。そのユニフォームに背番号はつけておらん。お前が皆様のお役に立ち役目を果たして戻ってきた時、心身ともに万有寺にふさわしく成長していれば正式に万有寺イレブンとして迎え入れよう。か、監督。やった。では達者でな、コグ。コグレ、いや、コグずってーん。うおー、なんでこんなところに落とし穴が。うしし、今までのお返しだ、バーカ。小暮ー。さ、みんな、またキャラバンで出発よ。よかったな、塗り壁。2000円、万引きしたのがなんか、うやむやになったら。小暮に感謝だぞ、塗り壁。お、俺一番乗り。なんかいいね。こうやって、道中で仲間がどんどん手に入っていく感じ。ワクワクするじゃねえか。あ、ずるいぞ、お前。ふ、遠藤くん、賑やかになりそうだね。やれやれ、先が思いやられるぜ。遠藤殿、忘れるでないぞ。あなたの中にはまださらなる可能性も眠っていることをね。天よ、どうかあの若者たちをお守りくだされ。イプシロン。デザーミオ、ダイモンイレブンとの試合、引き分けだったそうだな。え？これあれじゃなきゃ、白虎、青龍、朱雀みたいなさ。絶対そうだな。四天王。まったくブーザマだ。楽しかったか。遠藤たちと戦ってさ。ん？あんたは黙っていてくれ。そうだね、ここは任せてもらおうか。イケメン三人衆、気に触ったら許してほしい。忘れんなよ、俺たち三人の勝負はまだ終わってねえんだ。君がいつもどこへ出かけるのかしら。え？あ、違うか。あの方のお気に入りだからって勝手な行動ができるのも今のうちだよ。ああ、覚えておくよ。デザーム、後のことは我々に任せておきたまえ。次の手駒はあの方がすでに用意している。愛媛。元王、いいね。おい佐久間、急げ。神みたいでいいな。なんだこの元王と佐久間とか、クソ人気高そうな。クソ、まだ奴の手下が追いかけてくるぜ。くう、しつこいな。しかしこの警備の様子、奴が愛媛にいるという情報、どうやら本当のようだ。でも、こんな場所で奴は一体何を企んでいるんだ？あ、帝国？帝国の人か？帝国の奴か？帝国だ！わからん。だが、何かが起きる前に奴を捕まえるんだ。いたぞ！あっちだ！く、無駄口を叩いてる暇はなさそうだ。ふん！これは。おい、早く。まさか、ここまでやるのか。いたぞ、捕まえろ。
作った新帝国学園、それは驚きのメンバーだった。その時軌道は。次回宿命の対決、影山対響き。影山絶対に許さないぞ。